はようございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ、週替わりでお迎えする素敵なトークゲスト、今週は東京都港区浄土真宗本願寺派光明寺住職岩上和慶さんです。トークの後は全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本正慶の北条庵よりお送りします。おはようございます。はい、今日も岩上和慶さんとおしゃべりをしていきます。よろしくお願いします。住職よろしくお願いします。こちらこそ、はい、まあ昨日はちょっとその研究、方面の話をしたんですけど、研究もどきみたいな感じで、まあ、住職の方も、お坊さんとしての方というか、いやもう私のお坊さん人生はいろいろ住職から吸収して、いやいやいや今がとんでもありますけど、もうこちらが最近今も吸収させていただいてる感じです。まあお葬式も、最近ちょっと、まあ、僕の方がほとんどそっち、ナムナム方面を、そうね、なかなかお忙しいようだから、ね、できてないんで、そう、お経をあんまり読んでいないお坊さんっていうのはあんまり良くない、良くないっていうかあれなんですけど、まあお坊さんになったばっかりの時は本当なんでしょう、弟子入り、住み込み、あれはなんていうんだっけ、薬草さんっていう、そういう言葉もいろんな宗派によっても違いますけど、公務員さんとかね、公務員さんとか曹洞宗だと納書っていうみたいな、はい、まあそういう、こう、ヘルプで、で、まあ、何をヘルプするかっていうと、基本的にはやっぱり、法事とか、お葬式とかで、お経ですよね。だから、まあ2003年にお坊さんになって、割と、まあちょっとこう行き急いでるというか、早いところこう資格を取らせていただいて、まあ西本願寺に行って、で帰ってきて、まあ衣をつけられるようになったらすぐに、まあ住職の脇について、そうでしたね、はい、法事やらのこうお経を読みましたけど、まあお葬式は大体やっぱ今時葬儀会館でやることが多いので、車で、そうでしたね、ご一緒するという、だからなんか車でいろいろ喋るのも結構楽しかったですよね。まあ、松本さんもなんか最初の頃は運転がかなりこうF1 レースで、そんなんでもないですけど、荒かったですかね、はい、あれだと、まあでもすいません、車でいろいろ行きまして、はい、早く枕業に駆けつける、まあ、枕業はあんま行ってないです、そうそう、でもね、道が混んだりとかした時でもなかなかもうかいくぐって、そうですね、いや、オンタイムでなんか、ね、はい、つけていただいて、いや、ありがたかった、なんかすごい振り返ると安心してました。いやいや、そう、まあ、でも、もちろんですけども、なるべくゆとりを持っていくっていうのは、そうそうそう、鉄則ですから、そうですよね、はい、大体、まあ、現場に1時間前ぐらいにはまあつけるようにっていう感じでいくと、まああとあれですかね、その東京だからっていうのもありますけど、行く先が結構あちこちに離れてて遠いんですよね。そうそうそう、もうちょっと、まあ、全方位ですよね、そうそうそう、ここから言うといろんな方、この神谷町港区から、まあ場合によっては栃木とか、ね、そこまで行きましたよね、とか三島まで行ったりとか、いい、ね、なんかそういうのありましたよね、その道中にいろいろこう、なんだろう、僧侶道を、いや、とんでもない、あれこれ喋って、
っていうのは、うん、なんか懐かしいし楽しかったですね。そうですね。まあね、東京のお寺の場合は門徒さんがみんな寺に参られるっていうかね、うん、でご法事なんかもまあは大体ほとんど寺で参られるから、うん、そうすると我々がご門徒さんのその家とか、うん、方に行くっていうことはまずなくなっちゃったんですよ ね。昔は家にこう生まれに行くっていうのは普通だったんだけど、うん、だそうするとまあご葬儀の時ぐらいはまあ本当さんのねうん、お家に行くっていう感じだったんだけど、まあ、私が後継いだぐらいの時はまだほとんど自宅葬でしたね。自宅で。ああそうですか。やっぱ随分そうそうそう、うん、東京でも変わったんですね。いやすごい あっという間に変わりましたよね。だからご葬儀の時なんかにお家ね伺って自宅葬だからでまあ、うん、そのお家の様子なんかもねなんとなくこう見せていただくと、うん、こっちとしては非常にこう、ね、親しみというか、はい、距離感が縮まるっていう、そうそうそう、うん、だったんだけど、まあセレモニーホールでの葬式が、まあほとんどまあ、多くなってきちゃってから、まあ、そんな中でも時々はありましたね、うん、自宅葬。ああ松本さんが来たぐらいでもまだあったちらほらはあったかもしれないね、はい、たまに、うん、ね、だから、うん、こう多分普段は、うん、誰かの部屋、うん、そう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 っていうところを一応お坊さんの着替えルームにしていただいたりして、うん、だから着替えたりとか、うん、あれは今だったらなんかプライバシーみたいな感じなんだと思うんだけど、うん、だから控え室はね本当にそこのお家のご夫婦の寝室だったりとか、ね、はいはい、なんか子供部屋だったりとか、うん、そういうことが当たり前ですよね。そんなね、客間とかがみんなあるわけでもない、うん、だからなんかいろいろまあこう無理に見ようとしてなんかするわけじゃないけど、まあ、なんとなくこう雰囲気とかね、本なんかもこんな本読んでらっしゃるんだとかね、うん、分かって結構まあなんていうかな、門徒さんのことを理解するためにはなんかいい、ね、機会だったような気もするんだけど、ね、うん、そうですよね、うん、それがなくなっちゃうとこっちが本田さんのお家の様子とかはね分かんないと、うん、だけど向こう本田さんはお寺の方にね若いいらっしゃるから、はい、こっちのことは皆さんある程度分かったり親しく思ってくれるっていう面はあるんでしょうけどね、うん、はい、非対称性、いや本当にそう非対称性になっちゃった、はい、うん、いや、まあ、お葬式も何回ぐらい、うん、ご一緒しましたかね。そうね、まあ、法事も何百回っていう、そうだよね、ことなんでしょうけどね、うん、何人の方を、まあね、松本さんもお送りしたかって、ね、別にカウントしてこなかったんであれですけど、うん、なんか最初の頃はでもあれこう首からなんかカメラみたいの下げてなんかやってましたね。やってましたけど、お葬式の時はさすがに外してた。それはダメですよとかって言ってた、ね、はい、うん、そうそう、ライフスライスっていうあれはそうですよね、うん、ブログとかの走りの頃に、うん、ね、首からなんか10分に1回写真を撮る、うん、うんうん、まあ、それを時々毎日とかで、あれあの お, 坊さんの日お坊さん始めましたっていう、あ、そうですね、本を、はい、本ね、中にあれだったね、使った最初のブログの本に載ってますけど、うん、あの本はなかなか面白かったよね。なんかあれすごいなんか文章もねうまいなと思ってねありがとうございます、うん、まあちょっと暴露本みたいな、うん、うん、まあまあそういうわけでもないんですけど、いやいや、まあ、お坊さんの日常、ね、光明寺のことも結構書きましたけど、うん、文庫本化してなんかどうなんでしょうね、とか言ってくれてる、うん、お葬式もいろいろありましたよね、なんか、うん、そう一回一緒にこう登場して、うん、まあもちろんご一緒の時は大体住所、大体っていうか必ず住職が、うん、同志、うん、なので、うん、まあ立派な椅子に座るわけですけど、うんうん、椅子に座った瞬間に立派な椅子が、
なんか、なんか倒れちゃった、崩壊したってことがあったね。尻餅をついてドーンってなって、もうなんか昇降台から何かひっくり返ったっていう。あれそうだね、松本さん。あれ本堂でやった時だ、ね。本堂で、あれあの時はなんか、あれはね、面白かったね。面白い。面白い。いやでもお葬式だから笑うあれでもないんですけど。うん、でもあの時に帰っていきましたね。そうそう。一回出直しましたよね。あの時までもそうそう覚えてるけどね、その椅子自体がこうなんかね崩壊しちゃったから、はい、あのまあ倒れちゃったんだけど、無理に変な力を入れたらちょっと怪我してたかもしれないけどね、はいはい、後ろに倒れちゃったからね、はいはい、なんか流れにこう任せたのがよかった、綺麗、うんうん、に、そうそうそう、綺麗にストンと落ちてました、ね、でもあのねご遺族の方は我々以上にびっくりしたみたい、びっくりされましたよね。なんか お母さんがなんかこれはなんかまだ行きたくないっておっしゃって言ってるんじゃないかとか言われて、なんか、うん、あの僕もちょっとあの時なんてお答えしたらいいかなってちょっと急しちゃった、うん、そうですね、うん、なんかこう、もう檀家さんっていうか御門徒さんが、感じることって、お坊さんの感じ方と全然違うから、まああの、いやこれはあの、ただ椅子が、椅子が単純に消耗品だから、消耗品だから壊れただけなんですよって話でも、何かをこう読み取ろうとしてしまう、そうですね、ありますからね。あのよくあるのは、あのお数珠っていうかね、お念珠っていうか、が切れるってことは、あれ、あれこそ消耗品だから、よくあるんだけど、そうそうそう、うん、だから、あれ、あれはもうなんか時々あるから慣れて、別に、ああまた切れたのかみたいな感じでね、ことさらに平成を装うようにしなきゃいけないなと思ってるんだけど、ああ確かに確かに、まあでも、まあ実際平成ですけどよく切れますからね、そう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 、だけどまあ特別何かこう、そう、動揺されやすいっていうのもあります。だからやっぱり、あのまああと我々お葬儀とかね、ご法事の時とか、まあ当たり前だけれども、あの一挙手一投足をね、皆さん注視されてるから、やっぱり その自覚をやっぱりあのなきゃいけないんだけど、あんまりそれを感じすぎるとちょっとこう、そう、あの挙動不審になってしまう、そうそうそう、なんか息苦しくね、なっちゃうとか、そうですね、で、あのお腹痛くなっちゃったりとか、いやいや、そうなん、もうあの過敏性のね、あの胃腸だからね、もともとあの辛かったね。ですから、あ、特にやっぱ同志で出てって、まあ大体お葬式、40分45分とかっていう時間の中で、やっぱこう、そうそうそう、ね、トイレに行きたくなっちゃう、行かないしっていう、思えば思うほど、思うほども調子悪くなっちゃうね。そうですよね。最近ちょっとまあ、あることがきっかけで、まあ、全然なくなったんですけどね、だけどやっぱりあれにかなり苦しめられると、そのお気をあげることよりもお腹の心配の方が大きくて、なんかこう十分にこう度胸が集中できなかったっていうのは結構あったですよね。いや、そうだよな。あの、あれでもそういう人ね結構いて、あの、はいはい、あの大学なんかでも学生さんで、本当に僕と同じような感じ。例えば、あの、発表とかそういうことですか。それからね、例えばその教室の中で、あのまあ廊下に出やすい位置とさ、その奥の方に入っちゃうとさ、なんかあの他の学生さんこう、はいはいはい、どけてこう外行かなきゃいけない、奥まった座席に座っちゃうと、もうそれだけで、それ自体がプレッシャーになっちゃう。だから、はい、あの入り口に近いところの席に変えてくださいっていう人がね、はいはい、何人かいましたね。僕あの小学生ぐらいの時は絶対それだったと思います。あ、そう、だからいつもお腹も壊してたし、なんかまあ、あのじっとしてるのも辛かったんですけど、小学校はもう拷問みたいでしたね、今振り返ると。あ、でお腹痛くなっちゃう、痛くもないし、あ、じゃあ同じだ、はい、あの下痢したりもするんですけど、そう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 、ただその、意外と、お坊さんになって、法事お葬式でっていうのはなくて、
まあその脇だからっていうのもある。まあまあそれは絶対あると思うよ、ね。はい、あの、うん、なんかだから、うんうん、いざとなったら、うん、まあ退出しよう、厳かに退出しようと。抜けてもいいかと思ってるとね。うん、そしてまたなんか厳、うんうん、かに戻ってこう、うん、来れば。うんうんうん、いいんだっていうふうに、ん、もうどっか、まあ、開き直るっていうかしょうがないですもんね、うん、と思っておくと、うんうん、意外となんか今日まで大体大丈夫だったっていう。そうだね、そうそう、それはそうなんだけど、まあでもなそうは分かってるんだけど、言ってもね、やっぱりね、うん、同志がね、なんかお腹痛そうになんか途中で退出してったらこれ大変だろうなとかいろいろ思うとね、うんうん、なんか式場がざわざわしちゃったりしたらどうしようとか。いや、あとだから大学 の、 その入学式とかなんかそういうのもすごいね、あの大きいところで借りてやったりして、なんかそのちょっとねセレモニー担当だからさ、ちょっとやったりするんだけど、あれなんかもう何千人もいるところの壇上に上がってて、こんなやってる時になんかお腹痛かったらどうしようみたいな、なんかあの思うとね、いや本当最初の頃具合悪くなったりとか、なんか、うん、だからなんか介護用おむつとかね履いてね、はい、最初の頃、はい、やってた頃もあったね、うん、もうあれもだって、まあ、それも別に、うん、あの最使うわけではないんでしょうけど、まあ、心理的防御としてやるっていう、なんか何千人の間を縫ってくんだ、こんなお腹押さえてトイレに行くなんていうのは、なんかもう想像しただけでも、なんかもう想像しただけでお腹が痛くなっちゃう、消え入りたくなる、うん、まあ何だか話、まあでもそれだけあのプレッシャーがねやっぱりあったっていうか、でもだからってわけでもないんだけど、大丈夫ですか。そう、あのね、ちょっとまあ、これもモントさんでね、薬局やってる方がいて、こんな話をしてたらこれがいいよみたいなね、あのちょっと教えていただいて、でそれやりだしたらね、なんかすごいよくない、まあなんかすごいこうちょっと過敏さがなくなるって感じなのかな、へ、うん、だからまあ少しこうなんかのんびりした性格自体も なる感じなんかそういう効果もあったかよく分かんないんだけど、ちょっとこう気持ちがゆったりして、うん、そういうこと、そういうこと、でそれのおかげでね、あのもうここ 4,5 年ぐらいは大丈夫、あ、うん、そういう心配ほぼしなくて、だからあのお法事とかの時もこのお経本一緒にね配って、お経一緒に読みましょうっていうのを最初からやってるじゃない、はいはい、であれは、まあ、浄土真宗はね一緒にお参りするっていうのが、はいはい、まあ、伝統だから、はい、っていうこともあるんだけども、はいはい、それプラスあの参列してる人がお経本を見てると私に視線が集中しないっていうさ、 そのね安心感っていうのがちょっと、あ、確かにあの、うん、お経本がないともうただ座ってるしかないから、ずっとみんながこう、お坊さん見るしかない、見られてるみたいな、うん、聞かれてるみたいな、そのプレッシャーがやっぱり最初の頃あって、はいはい、だから一緒にお参りしましょうっていうと、うん、なんかみんなのこう確かに気がこっちに行くみたいな、はい、しかも、うん、みんなでぜひ声を出して、うん、ご一緒に、うん、お唱えしましょうっていうことになれば、うん、なるこう声も、うん、みんなでわーって出すんで、なんかそれだけでも結構気分が、はい、落ち着くっていうか、まあお経がこう突っかかっても咳をしても大丈夫息継ぎ自体ね一人だと大変ですからね。あ、本当そうですよね。本当一人で、うん、ただ読むっていう時って、うんうんうん、息継ぎもまあ別にすればいいんでしょうけど、うん、やっぱなんとなく流れを切りたくないし気使いますよね、うん。そうなんですよね。だからなんかお経のその練習とかねとかでも そういうところもちょっとこう教えていただけるとよかったなと思うんだけどね。んお経の練習、まあ、練習っていうかだからあのいろいろあの得度とか行った時とかなんか、はいはい、なんか、うん、上げ方みたいなさ抑揚のつけ方そういうのやるけど、うん、もうちょっと根本的な発声方法とかさ、うん、そうですね、うん、そういうのは意外とないですよね、うん、なんかそういうのあんまり教えてもらわなかったね、まあ、せいぜい音程とか、ね、そう、まあ、姿勢、うん、まあ、ひたすら正座とか、ね、正座はしろっていう、そういうのをやったけどね、はい、ボイストレーニング的なやつはない、ね、うん、そうそうないよね、うんうん、まあもうちょっと今更あれかもしれない
でもなんかお腹のことを気を使わなくてよくなってから、はい、やっぱり声の出し方とかそっちに集中できるようになったから、はいはい、この間もある芸大を卒業したおばちゃまにね、はい、あら住職最近お経が上手になったのってなんか褒められてありがとうございますなんつって、ね、あの、まあ、親しい人だから、はいはい、そうおっしゃられて、何よりも嬉しいです。うん、もうじゃあずっとやっぱり進化し続けるというか、うん、はい、そうそうそう、終わりはないです、ね、うん、やっぱりね、お経があんま下手だと思われるとね、いや下手だとね、やっぱりちょっと、なんか存在理由が何とかつか、うん、まあ、お坊さんはお経と、うん、法話と書、うん、まあ、三種の神器的な、ね、うん、僕はまあまあ、お経と法話は何とかやってるんでしょうけど、書、うん、がやばい、書がちょっとでもね、書はね、あれだけどね、最近みんなこうね、キーボードばかり、ね、ペン、普通のペンのあれもみんな、はい、ね、持たないですからね。そうなんですよ、うん、どんどんなんか劣化していきます。そうそうそう、まあ、全然書けなくなってきちゃって、だから結構大変だろうなと思ってね。そうですね、うん、ほら、まあ、あのお多衆だと、うん、あのお当場とかね、そうそう、当場が書きをずっとやったりして、うんうんうん、やっぱこう訓練する機会が多いですけど、そうそうそう、浄土真宗当場がないからなかなか、ね、まあ、大量に書く機会もないですよ、ね、うん、でもなんかこうあれパソコンとかで最近こうね、お当場も、ああ当場プリンターですかね、あるんですよねありますね、うん、ええ、まあそうね、でも先ほどの 目が悪くなってきちゃったからね、なんか それで書きにくいっていうのも、ね、うん、あってね、僕もちょっと最近、まあ、あの近いものが読めなくなってきて、いや大体それぐらいからなってきます、はい、それぐらいからなりますか、まあ、それで松本さんの場合はなんかこのね画面が多そうだから、あ、そうですね、やっぱりちょっとこう、はい、これが早いんじゃないですか。そうかもしれない、うん、iPad をこう遠ざけてみるみたいな、うん、なんか変な感じなんですよ現代仏教僧としてはなんかちょっとそうですね、あまり現代っぽくなくはい、まあ、はい、そんなこんなで、そうですね、はい、何の話だったんですけど、はい、この辺でありがとうございました、はい、どうもどうも失礼しました、いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます。番組を継続支援してくださる TMR サポーターを募集しています。詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ radio.templemorning.com ドネーションのページをご覧ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ行ってらっしゃい。おはようございます。福島県猪苗代町寿徳寺よりご栄華のお務めをお送りいたします。はじめに仏様とのご縁誓いを新たにいたします。お経を唱えした後に
武山流大志向を代表いたします。総本山長谷寺和山をお唱えいたします。御栄華は巡礼華として始まったものです。本日は武山流大志向を代表いたします総本山長谷寺和山をお唱えいたします。巡礼が叶わない、お寺巡りがなかなか叶わない毎日ではありますが、巡礼をしているようなお気持ちでご一緒にご参列お務めいただければと思います。ご心情一つ、受けがたき人心を受け、愛がたき如来の教えに知遇せし、因縁を感謝し、父母祖先の恩を報全。一つ、三世因果の理法を信じ、上愚菩提下家主上の同念に従し、仏性を開見せん。一つ、即時二心の理を信じ、神悔三号の収容を怠ることなく、即身成仏の成果を期せん。馬借諸蔵諸悪号、海遊虫頓陣地、重心を意思諸称、一切が今解散へ。弟子無効人未来祭、消え仏、消え法、消え僧。弟子無効人未来祭、消え仏、消え法、消え僧。弟子無効人未来祭、消え仏、消え法、消え僧。弟子無効人未来祭、消え仏教、消え法教、消え僧教。弟子無効人未来祭、消え仏教、消え法教、消え僧教。弟子無効人未来祭、消え仏教、消え法教、消え僧教。弟子無効人未来祭、摂政、不中等、不邪淫、不毛語、不記号、不悪、不良舌、不謙遁、不審に、不邪見。弟子無効人未来祭、摂政、不中等、不邪淫、不毛語、不記号、不悪、不良舌、不謙遁、不審に、不邪見。弟子無効人未来祭、摂政、不中等、不邪淫、不毛語、不記号、不悪、不良舌、不謙遁、不審に、不邪見。音坊寺悉陀菩提花闇、音坊寺悉陀菩提花闇、音坊寺悉陀菩提花闇。オンサンマヤサトバン、オンサンマヤサトバン、オンサンマヤサトバン。般若心経三号の門、そもそもまか般若波羅蜜多心経と申し立てまつるは、八万四千の心経般若仏物大心心音三摩地方門なり。このゆえに周祖大師も従事工具すれば、すなわちバック与楽し、周住しゆいすれば、すなわち得道気づすと述べたまえるところなり、されば我らこの因縁を喜び、し心に独受し、真受し、立てまつるべし。無常人人未明法百千万王南総具画根検問特十字願下如来真実に。仏
仏説摩訶般若波羅蜜多心経観自在菩薩行深般若波羅蜜多自性見悟雲海苦道一切苦役者利子式不異苦苦不異式式即是苦苦即是式十相行式薬部尿是者利子是小法苦相不相不滅不苦不上不増不言是空住無識無住創業識無言に微絶心に無識証拠未速法無限界内視無意識界無無明薬無無明人内視無老視薬無老師人無苦十滅道無知薬無得意無所得公母大サプタエ般若波羅蜜多方針無形下無形下公無苦不恩に一切天道無祖苦行涅槃三世小仏涅槃涅波羅蜜多功徳阿耨多羅三脈三菩提高智般若波羅蜜多是大人衆是大名衆是無上衆是無等同衆の上一切苦心十不苦法説般若波羅蜜多収束摂取圧ギャーテギャーテ波羅ギャーテ波羅僧ギャーテ傍事粗悪化般若心経オンアボキャベロシャノマカボダラマニハンドマジンバラハラバリタヤウンオンアボキャベロシャノマカボダラマニハンドマジンバラハラバリタヤウンオンアボキャベロシャノマカボダラマニハンドマジンバラハラバリタヤウンナム大師遍照金剛ナム大師遍照金剛ナム大師遍照金剛ナム工業大師ナム工業大師ナム工業大師ナム千女僧正ナム千女僧正ナム千女僧正岩西九毒不牛を一切加藤吉上海具上仏道唱えたてまつる総本山長谷寺ご阿三に奇妙せの
やまわさながら極楽の お務めありがとうございました。皆様にとって健やかで穏やかな一日でありますように。
このポッドキャストはノートマガジン松本松慶の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。